はいえー、皆さんこんにちは DZH フィナンシャルサーチの和田ですえー、ただいま12月18日と月曜日ですねえ午後の1時51分ぐらいになりますけれども SBI FX ニュース始めていきたいと思います まあドレンですけれども先週末ですねかなり方向感ない動きという形となりました先週末ですねその前日に行われました FMC を受けましてドレン急落したんですけれどもそのをですね利下げ関数が高まってきている中でそれを少し牽制するようなですね発言が FMC の主要なメンバーから出てきましたこちらを受けまして買い戻しの機となるわけですけれどもまあ買い戻しの機も至って限定的に終わったという形となっています報告感なく終わった中でですね今週の週週明け 変えたわけですけれども週明けの早朝からですね今日は142の2 0あたりを挟んでずっと行ったり来たりと狭いレンジ取引がついているというところです何と言いましても明日のですね日銀金融決定会合の結果発表を控えているということもありましてなかなかマーケットとしましても動きづらいという展開となっていますまあ、そこらへんも一度ですね詳しく見ていきたいなと思います はいえー、こちら見て待ってますのが先週末からの1日通してのドレンドゴムチャートです。先週末は東京時間142-47まで海岸が強,強まる場面がありましたけれども結局200日の移動平均線後で確認しますが142-52にです、ね、先週末、位置していましてやはりこういったです、ね、チャート上の重要なポイントがです、ね、頭を、えー、意識されますと戻り売りに押されるという形となっています。 欧州税入ってきますと、アメリカの長期金利、先,、えー、先週末はですね一旦は3.9%割り込みました3.89%台まで低下する中で、戻り売りに押される展開、一時141円の47まで値を下げます。ただこちら見てください、ポーンと買い物に入りました、ニューヨーヨク時間入りまして、えー、先週末はですねウィリアムズ・ニューヨーク連議総裁、FMC の中でも執行部の一人として非常に重要なですね、えー、人物となってますけれども、彼が CNBC とのインタビューに答える形。 で利下げについて協議したというほどでもないと。 いね、と,いというですね発言なりました利下げが足元の主要なな議題でではいいいとうすすね見解を示していますまたさらに来年3月の利下げについて考えるのは時期尚早であるというですね、えー、考えを示しましてこちらを受けてですねアメリカの金利一気に3.8943%から3.9709%まで大幅な上昇に転じますこの金利の上昇とともにドル円もポーンと買い戻しが入るんですが見てください142の4号で頭打ちになるんですね 先週末の高値が142の47のアジア時間があったんですがそこに届かずという形となりますとその後また再び金利がまた低下に転じるにつれまして141円の43まで結局、昨日の安値をつけるという形となりました。 まあ、ただ、その後はですねまた再び買い戻しの展開です。アメリカ長期金利がじりじりとまたですね、えー、上昇に転じる中でまた戻りを試す展開、そしてニューヨーク時間午後になりますと、今度はボスティック・アトランタ連盟総裁、こちらの方から来年は第3四半期から2回の利下げをする可能性が高いといったような見解が示されますと、142の3、1まで買い戻しが入って、ニューヨーク市場を引けるという形となっていますそしてて今日の特許市場を見てくださいこちらです。 今日の東京市場も142の20あたりを挟んでずっともみ合いがついてますけれども、週明け早朝のお世話市場で一時142の06まで下押す場面がありましたけれども、その後はですね、東京勢入ってきますと実需の買いを受けまして、142の46の本日高値をつけます。先週末の入浴時間の高値の45を一銭上回ったんですが、先週末高値のアジア時間の47は一銭届かずとまあかなりですね。 えー、ミ,ミクロの世界と細かいずれにしましても200日土輸金銭がです、ねえー、意識されているということにはもう変わらずというところですね。本日の200日土輸金銭が142の57日しているんですけれどもやはりこの5丸から上のところ相当意識されているということがわかります。 その後は、え中値直前になりまして、輸出の売りが持ち込まれますと、142の07まで下押し、ただその後、再び142の43まで買い戻して、142の08まで下押しをしています。そしてまた再び142の29まで買い戻しが入るなど、ちょっとですね、だんだんと上値も下値も狭まってきているんですけれども、膠着状態がついているというです、ね、様子がわかると思います。こちらは東のチャートで確認します。 どれですけれども、やはり200日のここのところですね、いずれにしましても相当意識されていることがわかりますね。今日の高値が142の46ですし、先週末の高値が47、そして200日の移動平均線が本日は142の57にしています。ここを抜けた場合には14日の高値、142の90がですね、デジスタンスというところですね。さらにここを抜けた場合には1目の転換線144の、えー、24ですね。ここういったところも大きくあ、えー、戻しが入 入下サイドに関しましては当然、ですね、今日の安値の142の06もそうなんですけれども、先週末、安値の141円の43、そして直近の安値、14日の安値が140円の97というところですね、141円割れはかなり意識されるというところになっています。はい、それでは、ユーロドルの方も確認しましょう。ユーロの5分チャートはこちらです。 先週末はユーロドル、アジア時間で1.1004まで値上げたんですが、やはり1.10台ですね、頭は重いということが確認されました、その後、欧州時間に帰って、トーンと売りが強まっていますけれども、こちらに関しましては、先週末出ました12月の製造業やサービス部門の PMI の疎高値、フランスやユーロ圏、またはドイツですね、こういった主要欧州の主要国のですね、 数字が軒並み予想を下回るという形となりますと、売りが先行します。そして一旦もみ合いとなっていたんですが、先ほどからお話していますように、ニューヨーク連銀のウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁、こちらの発言や、ボスティック・カタナタ連銀総裁の発言を受けて、また戻り売りに押されるという形となりました。一時、1.0889の安値まで値を下げるという展開です。今日の東京市場は1.0892が安値、戻りが1.0914にとどまっています。ほぼほぼぼポジション 調整の意気を出ていないというところでしょうこちらも日足のチャートで確認しますユーロに関しましてもドル円同様に200日のところがかなり意識されています200日が本日は1.0831ですねまだ下ですねまだかなりありますけれどもここをサポートできるかどうかその手前の昨日先週末の安値1.0889や14日の安値1.0874こういったところもですねポイントですね そしてすぐそばにありますのが、転換線の1.0867、こちらも重要ですね。こちらを抜けてきますと、200日の1.0831というのがターゲットになってくるというところでしょう。上値に関しましては、先ほどもお話ししましたように1.10台、かなり意識されてしまっています。先週末、1.1004、そして14日の高値が1.1009。 さらに言いますと、11月と29日の戻り高値が1.1017なんですね。やはり何度も何度も1.10台のところは頭を押さえられているということがかりますので、ちょっとですねここら辺も注意をして見ていかなければいけないというところでしょう。まあ、いずれにしましても、今日ですね、明日の雇用等、失礼しました、明日の日銀の金融政策決定会合の結果発表を控えているということもありまして、なかなかですね手がけづらいというところだと思います。日経平均もですね、ダウ平均がプラスで、また、あ 高値を更新しているにもかかわらず、日経平均、今、ですね、二百二十七円安と、若干安値からですね。切り上げてはきてますけれども、本日は寄り付からですね。一時、四百三十円近い大幅な下落となりました。午後は少し買い戻しは入っているんですけれども、やはりまだまだですね。大幅な下落になっているというところです。まあ、ドル円もそうですし、日経平均もそうなんですけれども、やはり、明日の日銀の会合を受けた後のですね。やはり、値動きに注意をしなければいけない、というところです。 それでは今日の解説をい,いたしますあ、失礼しました、えー、それではですね、えー、今日この後予定されていますね主な経済指標この後確認していきましょう はいえー、失礼しました。今日この後ですね予定されてますものの経済指標ですけれども、今日は16時12月のドイツのアイ f 企業経営局関数ですね、こちら重要になってきます。あとは講演がですね、ま、目白押しですね、19時半、ブロードベント BOE 副総裁、19時45分が v チッチクロアチア中金総裁、え夜9時がウンシュベルギー中金総裁、10時半がシュナーベル ECB 専務理事、 24時ががレーン ECB 専務理事の講演が予定されてていますそして24時には12月の全米ォーミュラー協会 NHB が出します住宅使用指数ですね、こちらも重要となってきています。まあ、いずれにしましてもやはり株価動向やアメリカの金利動向ですね、こちらに注意というところでしょう。今日はアメリカの金利あまり動いてません、3.9092%でですね今、取引されていますね。先週末は一時3.9709%まで上昇して、若干ですね、やはり上げ幅を縮めて終わっている とというところですねちょっとこちらもなかなかですねどちらにも抜けきれていないといいますか非常に4%。 のとこことととろろを手前にしてて展開が続いているというところですあとはですね、明日の決定会合ですけれども、お昼前後ですねに発表があると思いますけれども、まあ、前回もそうでありましたように、今日の夜中ですね、明日のですの、ね、日本の新聞、大手新聞社の早釣り版が出る頃ですけれども、やはりこの日銀に関するリーク記事が出るのかどうか、こういったところが出る場合には、夜中のですね、12過ぎ、1時、2時あたりのですね、こういったす 報道に注意をしなければいけないというところですので、ちょっとですね、油断をしないでです、ね、アンテナを張ってみていくということになりそうです。それでは今日の解説をおい,いたします。